病気が治ったは自分でわかる。精神科医カバサーショーンのカバチャンネル。今日はオーストラリアシドニーのワトソンベイというところに来ています。まあこのように断崖絶壁になっていて、自殺の名所としても知られるようです。今日は質問いただきました。ポンチョペンさん、18歳男性。病気が治った時、治ったと分かるものですか？それとも治ってるのに自分は治っていないんだと思い続け、いつか気づく時が来るということですか？メンタル疾患においてね、病気が治った時自分で気づけるかどうかという問題ですね。結論から言うと気づけないですね。だいたい患者さん、病気が治ってないのに治ったという人がほとんどです。なので、病気が治ったのでもう病院に来なくていいですって言って、病院に来なくなってまた悪くなると、あるいは病気が良くなったので薬も必要ないと思って治らなくなって悪くなってまた病院に来るとか、そういうパターンがまあほとんどですね。だから治ってないのに治ったっていう人はほとんどだと思います。要するに本人はもう治りたくて病院にも来たくないし、早く仕事に復帰したいということで、早く早くっていうふうに考えたくなるんですね。でとりあえず治って安定するかどうかっていう部分もあるんだけど、メンタル疾患の病状でずっと良くなった後にやっぱりしばらく安定した状態が続かないと、またすぐドーンと落ちてしまうんですね。だから多くの患者さんはプッと上がりきったところで上まで来たから良くなったって言って、もう注意もやめます、薬もやめますみたいなことをもうすぐ考えちゃうので、まあ大体失敗しちゃうという方が多いと思います。なので、まあ患者さんが大体治ったと思うときはまだ治ってないと、そこから半年から1年ぐらいは通院しないといけないという気がしますね。じゃあ医者が治ったかどうかが分かるのかというとですね、それもよく分からないんですよ。基本的に患者さんの主観というか、患者さん自身の感じ方というのが問題になってくるので、だから患者さんが治ったと言ってもそれをすぐ信用しないというかですね、もっときちんと慎重になって様子を見ながら決めていくというのが医者の姿勢。なんか患者さんが良くなった良くなったと言っても、まあそれを本当真に受けてね、薬とか減らしたりするともう一気に悪くなるんですね。今まで私も若い頃はそういう患者さんが治った、もう良くなりました、薬減らしてくださいって言って、あそうかじゃあ減らすよって言って一気に悪くなるってことも何度も何度も何度も経験してるというかね、そういうことをしているので言えるんですけども、まあなかなかですね、患者さん自身が今自分がいい状態にいるか悪い状態にいるかを正しく判断するっていうのはまあほとんど無理。まあ逆に言うと、そういうふうに自分自身のメンタル状態や体の状態、今体が自分は疲れているのか、あるいはストレスがかかっているのかっていうのを正しく自分自身を判断できる人はそもそもね、メンタル疾患にはならないです。なぜならば疲れてれば休めばいいし、ストレスが溜まってればストレス発散すればメンタル疾患とかなりませんから、自分自身をうまくモニタリングできない人がメンタル疾患になるんですね。そういったことを考えると、患者さん自身が自分で治ったということを気づくということが、まあ、ほとんど不可能に近いということなので、自分の意見だけで決めないでね、ドクターと主治医とよく話し合いながら慎重にですね、治っているかどうかっていうのを見極めていくということが大切だと思います。カバチャンネルではすでに1500本の動画をアップロードしていますが、この全動画をリストにしたものを皆さんに差し上げます。1500本もあるので、あなたの悩みの 95% が解決するはずです。1500本全動画リスト、ここからダウンロードできますので、ぜひダウンロードしてください。 PDF ファイルなどで検索もできますから、あなたが見たいテーマを簡単に検索して見ることができますよ。